い、皆さんこんばんは。ご覧いただきどうもありがとうございます。私、岸本美和子と申します。見てこれ、サキッペが、あ、大親友のね、サキッペっていう子がいるんですけど、サキッペが YouTube 1000人達成おめでとうって言ってピアスをね、私のために作ってくれたんですよ。で、これもお守りのようにつけてます。皆さん元気ですか？最近なんか私、最近その SNS とかその LINE とかに疲れてしまって、10月の初めぐらいに、まあみんなも多分こういうのあるよね。最近 SNS がもうだって生活の一部みたいな感じじゃないですか。だからこう SNS を開いて、まあ自分がすごいハッピーな気持ちで生きてても、なんかすっごい悪口とか書く人いるやん。こんな言葉書いていいのみたいなさ、書く人いるやんか。で、そんなんとかをやっぱりね、見てしまうっていうのも嫌やし、まあそれで結構ね、その情報が多すぎて、まあ情報に溺れそうになってたみたいな感じですね。で、まあちょっとしばらくサイレント期間を置いて、私はね、復活したわけですね。まあ復活してね、すっごい元気になって、結構最近飲みに行くわけですよ。だから今回はちょっと声が枯れてるんですね。前みたいに病に侵されて声が枯れてるっていうのとはまた別なんで、心配しないでください。ほんで今日ね、ちょっとね、最近こう仕事がバッと詰まってたから、なんかこうストレス発散も込めて辛いやつ食べに行こうと思ったんですよ。で、辛い麺を食べに行ったんです。で、私辛いもの本当は苦手なんですよ。でも辛いものの味は好きで、だからすごい難しいんですね。あ、ここめっちゃ辛そうな麺屋さんやなと思って入ったとこが、なんかすごい本格的な、なんなんやろ、なんかタンメンみたいなやつあるやん。で、それやって、ほんでなんか自分で具材とかも選べるみたいな、あ、これいいなということで食べに行ったんですよ。んで行って、まあ、0からは全く辛くない。で、1から2から、で、多分7からぐらいまであったんかな。もう7からとかもう、地獄よ、辛さはね。知らんけどな、食べてへんから。やけど、私はまあ、多分、1からでも、私の中では結構辛い。ヒリヒリ来るかな、みたいに思って、1からにしたんですよ。ほんで、好きなね、具材をね、まあ、しめじとか、小籠包とか、チンゲン菜とか、あと何？キクラゲ。そう、キクラゲだ。とかも入れて食べててん。ほんなら、カップルが入ってこようとしてん。もうね、そのね、店自体がもう女性だらけやったわけ。ほとんど女性で満席やって、私が入った時もたまたまそのカウンターの席が空いてて座れたみたいな感じやねんな。んで、まあ、そこにカップルが入ってこようとしてん。でもカップルが、二人座れる席ないですみたいな感じで言われて、どうするみたいな言ってはって。でもその彼氏の方は、全身、なぜかわからないけど、なんか、全身、バンダナ柄みたいな服を着てたんやんか。なんか、下もバンダナ柄のダボっとしたパンツに、上はバンダナ柄のシャツ。やってん。んで、まあ、それどうでもいいねんけど、なんか、バンダナ柄の人入ってこようとしてんなと思ってたら、入られへんかって二人やったから。ほんならなんかもう、外でわーって話し合って、彼女だけ入ってきてんやんか。で、めっちゃ食べたがるやんと思って、そんな人気なんや、この店と思って。だから要は、多分やけど、順番交代に食べようみたいなことやと思うねん。カップルやのに。カップルか知らんで、聞いてへんからな。でも多分カップルやんか。男女で二人でこう、身を寄せ合って来はってんから。んで、そんな人気なんやと思って、ま、その人は、4からを注文しはってんやんか。んで、4から行くんやみたいな思ってて。なんで私その1からやん、私は。食べてみたわけ。結構辛いね。これさ、みたいな。これ1からの辛さほんまに合ってるぐらい辛かったん。まあ、私が辛さに弱いだけなんやけど、味は美味しいからこう食べてたわけな。ほんなら、その、隣の、ね、4からの女子よ。で、彼氏かどうかわからへんな。男性は、外で待ってるわけ、座って、携帯触りながら。で、優しい彼氏やなと思いながら、ほんならもうその人は、その麺が届いた瞬間にこう髪の毛をバッとくくって、で、なんかこう、腕ももうまくって食べるみたいな感じやって。でも、あ、ここになんか初めてじゃないやろな、みたいな感じで思っとって。んで、まあ、その人が食べ始めたわけ。ほんなら、その女性は、この食べることに夢中になりすぎてるからかわからへんけど、結構その咀嚼音が気になるタイプの咀嚼音やったんや。私咀嚼音が気になるタイプの人が、隣とかに座られたら、ちょっと気になって食べれへんくなるんやんか。で、結構その、くちゃくちゃ系やってん。くちゃくちゃ音立てちゃう系やってんやんか。で、これは、ちょっと自分も集中して食べられへんと思って、で、そういう時の私の必殺技としてね、音楽を聴くんですよ。で、音楽聴こうと思ったわけ。で、音楽、もう自分のその咀嚼音を聞きたくないから、とにかく自分が今、
こう再生リストに入ってる一番この上の方のね、パッと探して上の方に出てくる一番うるさい音楽を聴こうと思ったわけ。グローブやったんよ、それが。で、グローブをかけて、私は思った以上に辛い麺を食べててん。なんか、なんなんこれと思いながら。なんでこんな思いせなあかんのと思いながら、もうグローブを爆音にしてね、かけてたわけ。でも、グローブのマーク・パンサーのパートではちょっと咀嚼音が聞こえんねん。だからこれはあかんわということで、もう途中であいみょんに変えて、あいみょんのちょっともうこうボリュームのある曲をね、あいみょんのちょっとこううるさめの曲をかけて食べてたわけ。ほんで、食べ終わって、無事に食べ終わって帰ってきたんやんか。というね、今日はそういう出来事がありましたよ。はい、ということで、じゃあ前回の、動画にくださったコメントを読み上げていきたいと思います。あ、そうで、前回、前回の動画のおさらいね。前回の動画のおさらいで、その私が多分、みんなこの、ウィダーインゼリーか、ウィダーインゼリーかどっちみたいな、どうでもいい質問をしたわけ。で、それに対してさ、なんか今はインゼリーなんよなっていうコメントが多かった、ね。買ったやつを見たら、インゼリーって書いてた。だからあの質問のことは忘れて。ダンスしてるところみたいです。ダンスね、もうほんま多分足とかつるんちゃう。いきなり踊ったらっていうぐらいほんまにもう全然ダンスしてない。変なダンスは家で一人でたまにするけど。久しぶりということで、お久しぶりですね。みやちゃんこんばんは。声出るようになってよかったね。わてもゴールデン明けにコロったけど。喉痛と咳から始まったので、これからも注意しながら YouTube 活動お互い頑張りましょう。あ、YouTube されてるんですね。お互い頑張りましょう。てか、千人超え羨ましい。しかし、お母様譲りのトークよう似てるわ。あ、この人ね、お母さんの友達ですね。お母さん、レイコって言うんですけど、レイコの友達。レイ友ですね。辛いのに病院で見てもらえない時の絶望感、楽しい思い出で、リナ祭りって出たのは愛知さんのところから来たものとして嬉しかった。また歌聞きたいな。あ、今は、ほら、ウィダーでもなく、ウィダーでもなく、ウィダーインゼリーでもなく、インゼリーなんだよなって言ってくれてる。愛知さんのところから来てくれたんですか？ありがとうございます。全然なんか歌ったりせずに喋ってるばっかりでごめんなさい。いつか歌うんでちゃんと。ナチュラルメイクが見たい。ということは、私の化粧って濃いですか？ナチュラルメイクと思って生きてるんですけど。調子のいい時でいいので、見えないストーリー歌ってほしい。ほんと見えないストーリーって何気に一番難しくて、入りの音をほんまにこう外しがちなんですよ。特にライブとかで感情が高ぶってる時は、あれはもう注意ですね。初めてコメントしますってカタカナで書いてます。岸本早美さんがデビュー当時から好きでありがとうございます。たくさん曲を聴いていました。ここ最近になって再び岸本さんの曲が聴きたくなってここへたどり着きました。ありがとうございます。美人になられていてびっくりしました。本当ですか？ありがとうございます。そして今回の動画を見ていて、ウィダーインゼリーの下りで登録チャンネルとグッドボタンをポチりました。そんな良かった？ウィダーインゼリーかウィダーインゼリーかっていう話。でも今はインゼリーらしいからな。私も過去に風邪で声が出なくなったことがあります。この時はこのまま声が出なくなるんじゃないかと本当に不安でした。なので気持ちがすごくわかりました。なるやんな、その喉とか腫れて声も出へんし、こう言ったら私生活に支障を及ぼしてるわけやん。その時ってやっぱちょっと弱気になるよね。はい。おしゃべり姉ちゃんが喋れへんのはほんまに辛かったでしょうね。回復してよかったです。ほんまよかったで。もう喋られへんくなったら YouTube も、なあ、あれやんな、こう、ホワイトボードとか用意してさ、なんていうの、なんかこう、今日はこれ喋りますみたいなホワイトボード。間違えられて、そのなんか、暴露系 YouTuber みたいな感じになるやん。ホワイトボード後ろにして今日はこれ喋りますみたいに言ってたらさ。喉心配です。今は、出るように、声が出るようになってよかったですが、油断大敵、お体最優先でお過ごしください。今日も全力のコメントありがとうございます。インスタライブも見たいです。インスタライブやりたいんですよ。で、インスタライブをやろうって、この前の動画で言ったら、インスタやってないっていう人が何人かいて、あ、じゃあなんかツイキャスとかの方がいいんかなとか思ったんですけど、私ツイキャスやり方わかんなくて、本当にインスタライブでよかったらいつでもやるんですけど、みんなが暇な時に集まろっか、みんなで。中学の頃から大ファンで、未だに家のポストの暗証番号が岸本さんの誕生日です。嫁には、なんでこの番号なんて突っ込まれてます。千人達成おめでとうございます。話し方とかすごく好きです。ありがとうございます。
未だに家のポストの暗証番号が岸本さんの誕生日ってことは、家のポストの暗証番号0625、気をつけて、今結構これ1070人一応登録者数いるんで、家のポストの暗証番号今バレました。すぐ変えてください。体調良くなってよかった。インスタライブ見たい。タイミング合うといいな。早見のイメージしかなくて、こんなに面白い美和子さんをもっとみんなに知ってほしいけど、遠くなっていくと寂しいな。近くもないけど、まあそうですね、全然多分遠くはならないと思いますね。この喋りね、めっちゃこのチャンネル登録、まあ、今1000人もね登録してくれてるの奇跡ですよ、本当に。この動画ほど何の情報もない YouTube チャンネル他にないですから、みんなでっかい魚さばいたりしてチャンネル登録者数増やしてんねんから。この私の今日の1日グローブ聞きながら辛い麺食べたみたいな情報しかないわけよ。でそんな登録ね、そんなんでもバズるとも思えへんし、大丈夫です、遠くにはならないので。1000人おめでとうございます。ありがとうございます。沖縄来てたんですね。あ、この人沖縄に住んでる人ですよね。早見さんのアルバムは今でも聴いてますよ。今日も車で聴きました。お大事に。ありがとうございます。何の曲を聴いてくれたんですかね。1000人達成おめでとうございます。岸本早見さん時代からのファンです。歌手活動引退前にライブで何曲か未発表曲を歌っていましたね。あ、よく知ってくれてますね。ありがとうございます。いい曲だったので、リリースされるのをとても楽しみにしていたのですが、リリースできなかったのが残念です。また、ライブだとどうしても歌詞が聞き取れない部分があったので、YouTube で幻の曲歌詞公開企画なんていかがでしょうか。作詞した時のこだわりポイントも交えながら、未発表曲の歌詞を紹介してもらえたらとても嬉しいです。バディシップや、ダークホワイトといった未発表曲があったと記憶しています。もしできたらでいいので無理はせず、まずは体調万全に健康第一でお願いいたします。ありがとうございます。皆さん本当にいつも私をこう甘やかしてくれるようなコメントをしていただいてね、本当にありがとうございます。この方が言ってくださってるボディシップやダークホワイトという未発表曲が確かにあったんですよ。最後に、あれ最後岸本ナイトで終わってますよね。ヒルズパン工場、そのライブで歌った未発表曲、あの時なんかまとめてレコーディングブワーってしたんですよ。でデモテープもめっちゃたくさん送ってもらって作詞して、録音やったんですけど、ちょっとね、その曲に関しては多分その私の権限じゃないので流すとかはねできないんですけど、作詞は全然、作詞に関、詞をどういう気持ちで書いたかとかは全然ね、こう言えるなって思ってて、ただそのね、私あの時期多分すごいなんか暗い歌詞書いてた気がするんですよ。例えば出だしがですよ、出だしが帰ってくるはずもないあなたをずっと待ってたっていう歌があるんですよ。この歌詞2行結構暗いですよね。私ってすごいこう明るい方の性格やと思うんですよね、基本は。ただやっぱその分ね、闇もある、闇っていうか光と影みたいな感じで、影の部分がすっごい黒いんやと思うんですよ。なんかめっちゃ明るい分こう暗いとこめっちゃ暗いみたいな、多分その二面性がね、若い時は今よりもっとすごくあったので、その暗い部分を常に歌詞に書いて吐き出してた気がする。ちょっとね、歌詞をはっきり覚えてないので、実家に帰った時になんかノートとかそういう歌詞カードが見つかったら動画あげますね。久しぶりの更新嬉しいです。岸本さん何かあったのかすごく心配でした。あ、すいません、ありがとうございます。冒頭のお話聞いた時は少し焦りましたが、今は元気になって様子で安心しました。私は2年前に、体はめっちゃ元気やのにいきなりパニック発作が起き、このまま命を落としてしまうのではないかという恐怖を体験し、その時は親友に LINE で電話してなんとか安心しましたが、今はメンタルクリニックに通院し、薬を処方してもらって飲んでいます。なので岸本さんの動画を楽しく拝見させてもらってます。ありがとうございます。これからも体に気をつけて、ゆるくマイペースで YouTube 更新お待ちしております。これからもよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。この方ね、パニック発作をこう、突然パニック発作が起きて、このままね、本当にもうこの命の危険にさらされてるんじゃないかっていうふうに思ったって書かれてるんですけど、この後に今はちゃんとクリニックにね、メンタルクリニックに通院して薬を処方してもらってるって、これってすごい強いことやと思うんですね。だから本当にこの方めっちゃ頑張って自分と向き合ってね、少しでもいい人生をね過ごそうという前向きな姿勢が
すごいこう胸にグッとくるし、でこの動画をね楽しく拝見させてもらってまして、これが少しでも楽しみになってるんやったらもう本当に嬉しいことなんですけど、まあ、実は私もその東京に来る前ね、東京に来る前まで本当直前までパニック発作になってた時期があったんですよ。でよくよく考えたら多分そのいろんな、まあそれこそさっき言ったなんか SNS 疲れじゃないけど、いろんな情報とかやらなあかんこととかが、まあ自分のやらなあかんこと、やるべきことがもうバーってここに膨大にあるわけですよ。仕事もバリバリ、もうバリバリ働いてたから。でも自分の心はちょっと違うところにあったわけ。多分その心と体が矛盾して私はそうなっちゃって、初めて、あ、心って壊れるんやなって、その体壊さんといてなとかよく言いますけど、心も壊れるんやって初めて知ったんですよ、その時に。んで、まあ、多分1年ぐらいなんです。だから、本当に比べるもんじゃないけど、その症状としては多分ね、その本当に苦しんでる方に比べたら、全然多分、軽かったと思うんですけど、なんかこう、緊張、何するにも緊張するし、なんかね、誰とも待ち合わせてないのに焦ったりとか、うわどうしようどうしようってなることがすごい多くて、でちょっとおかしいなと思って病院に行ったら、その病院の待合室で、パニック発作が起こっちゃって、まあ、そこから怖くてね、病院に私は行けなかったんですよ。だからこうやって病院にねしっかり通われてるっていう人はほんまに強い人やなって思うし、もう頑張ってね、もうほんと少しでもね、いい人生を送ってほしい。自分にとって豊かであり、自分にとって豊かであり自由なね人生を送ってほしいなって思います。本当にだから皆さんね、その心って本当に壊れるんで、で壊れやすいんですよね。あまりこう気づかないんですよ、壊れ始めてる時は。壊れてから気づくから、気をつけてほしいなって思います。で私はその後本当にそれがすごく嫌で、で何が怖いって、パニック発作になってないんですよ、その時は。でもまたパニック発作になったらどうしようという不安な気持ちで焦ってパニック発作になるんですよ。だからパニック発作にほんまはならなくてもいい場所でもなってしまったりとか、全然余裕あるのに、なんかこうなったらどうしよう、なったらどうしようということで、どんどん余裕がなくなっていって、そういう風に私はなってたので、今もでもね、治ったかどうかって言われたら分かんないんですよ。でも、まあそっから本当にそういうことにはなってなくて、ただ本当に、発作になってもいいでって自分に言い聞かせて電車とか乗ってました。で、東京来る時も新幹線乗らなあかんから、やっぱりもうめっちゃ不安やから、その4時間ぐらい前言われてる時間の4時間前に着くみたいな、そのね、途中で降りなあかんかったりとかしたら、降りなあかんことになったら大変やからっていうので、4時間前に会社の近くに着いて、で4時間ずっと喫茶店で時間潰したりとかして、最初の方は頑張ってました。でその後もうこんなんほんまに嫌やっていうことで、思い切って一人で飛行機に乗ろうと決めて、そっからね一人でこうニューヨークに行くっていうね、ことをやって、で人生がすごく大きく変わったんですけど、やっぱり今でもね、そのやっぱ思い出すし、なんかふとした時に、あ、ちょっとやばいかもみたいな時まだ全然あるんですよ。でみんなあると思うんですよ、こういうのって。だから誰しもがなる可能性がある。これはね、病気って言ったらまたちょっと違う気がしてて、私は筋肉痛みたいなことなんかなって私は思ってる。その気を使いすぎたり頑張りすぎたり、なんか自分が本当はなんかこうしたいのにうまくできないとか、なんかもうどうしようどうしよう、どうにもできひんやんみたいな時に、心が疲れてそうなっちゃうのかなって思うんですけど、このコメントをくださったね、このコメント欄でこんなことを打ち明けてくれるなんてすごい勇気ですよ。このねコメントをくださった方以外にも、そういう実は自分にもそういうところがあるっていう方がもしいてもね、それって全然恥ずかしいことでも、何でもないし、まずは、話せるようであれば、人に話して、突発的にそういうことになるかもしれないっていうことを知ってくれてる人が一人でもいるとだいぶ違うと思うんですよ。で、まあ、吐き出し口がないなら、もうそんな人に絶対言いたくないっていうようであれば、匿名でね、ここにコメント書いて、それでちょっとでも安心できるなら、それで全然いいんです。この動画をね、見てくれてる人はもう優しい人ばっかりですよ、コメント欄見ても。だからもうそういうね、方たちばっかりなので、何もね、恥ずかしがることもなく、
それをこうコンプレックスに感じることもなく、もう自由にね、本当にこう自分にとって豊かな生活をしてほしいなと思います。だからこう無理をせずに、本当に心はね壊れてしまうので、で壊れたらね、体よりもね治りにくいんですよ。だから本当にこう気をつけてください。ちょっとしんどいなと思ったら休憩すること、これをね私と約束してほしいなと思います。なんか ちょっと趣旨が変わってきましたね、チャンネルの。次のコメントいきましょう。遅くなりましたが、登録者数1000人達成おめでとうございます。ありがとうございます。友達にこのチャンネルを勧めたところ気に入って一気に全部見たそうです。いい友達ですね。これからも応援してます。ありがとうございます。改めて1000人達成おめでとう。ありがとうございます。喉の痛みはおしゃべりさんにとってめちゃくちゃ絶望ですよね。私もおしゃべりモンスターなので共感できます。つんくさんとの共演、すごくよく覚えています。あの時の目標が、時が経っても変わらずに、今も目標に向かって頑張っているお姿が感動的です。そして私もあの時から、ずっと美和子さんを見ていられることが幸せです。ありがとうございます。長くなりましたが、インスタライブやってたら見に行きますので楽しみに待っています。懐かしいですね。つんくさんと共演させてもらって、その時の番組で、どんな歌手になりたいのって聞かれて、私その時ね、16とかやったと思うんですけど、人が鼻歌で歌ってしまうような、歌を歌えるアーティストになりたいというふうに答えたんですけど、私その人の隙間に入るのがすごく好きで、ふとした時に思い出してくれるような、なんか存在になりたいなっていうのがずっとあって、で、だからね、この YouTube も、なんかふとね、寂しい時とか、暇な時とか、電車の待ち時間とか、そういう時に見てほしいな、みたいなはありますね。初コメントさせていただきます。ありがとうございます。クルーズブログから美和子さんのことを知り、あ、そうですか。すごく元気をもらい、辛い時期でも頑張れました。ありがとうございます。一方的な要望で申し訳ないのですが、ブログはもうやられないんでしょうか。あ、ブログね、そうです。一時期ブログをずっと書いてたんですよ。で、その時、あんまりこう、なんて言うんですかね、インスタとかもそんなにこう普及してなくて、ブログに写真とか載せて、なんか服装とか載せてやってたんですけど、ブログはね、もうね、そうですね、ブログも、だから逆に言ったら、もう私のその、ブログずっとやってた、まあ日記を書いてたわけですよね、日々のね。で、それが今なんか YouTube になって、 YouTube で日々の出来事を話すみたいになってる。だからブログよりもさ、なんかこう接してる感じがちょっとあるやんか、一方的かもしれへんけど、そういうまたね、ちょっと余裕ができたらやってみたいなとか思うんですけど、今はね、こう YouTube を日記代わりにして生きております。ということで、20件のコメントを前回の動画にはいただきました。皆さん本当にありがとうございます。今日の教訓は、咀嚼音気になった時には、爆音で音楽をかけながら食べるのが良いが、ただしグローブはダメ。マークパンサーのパートがあるからね。で、あともう一つは、心も壊れる時が来るので、本当にちゃんとね、こう休んで、こう睡眠とかね、まあ、そういうのも本当大事なんですけど、こう体のね、こう健康面も大事なんですけど、やっぱりこう心にね、もっと目を向けてね、ちゃんとその心から休んでほしいなっていうのは、思います。だからいっぱいね、もう歌好きな人は歌歌ってとか、本好きな人は本読んでとか、まあ、私だったらこうお笑いの番組ずっと見るとか、そういうのをやっていきましょう。最後まで見ていただいてありがとうございました。おやすみなさい。